こんにちは、かけむらです。昨日に続きまして、今日もカルビーさんのポテリッチですね。濃いビーフコンソメ味のポテトチップスの動画、ご一緒にご覧いただきたいと思います。カルビーポテリッチですね。濃いビーフコンソメ。ビーフと、香味野菜の旨味。そういたしましたら、まず原材料名の方をご一緒にご覧いただきたいと思います。まず、じゃがいもですよね。植物油脂。チキンエキスパウダー、オニオンパウダー。食塩に香辛料パウダーに、発酵調味料、ココナッツミルクパウダー。あとは、デキストリンと粉末醤油、酵母エキスパウダー、調味、動物油脂、コーンスターチン、トマトソースパウダー、香味食用油、チキンパウダー、赤ワインパウダー、ビーフパウダー、調味料、香料、酸味料、着色料、甘味料に香辛料抽出物ということです。あと、エネルギーの方は、一袋あたり、441キロカロリーということですね。カロリー高いです。厚切りと言うても、昨日と同じ、筋の入ったカットされたポテトの形状をしてますよね。そんなにまあ、めっちゃ分厚いということではないですね。すごいコンソメの匂いがしてまいります。どんな味してるんでしょうか。それでは味の方をチェックしてみたいと思います。めちゃめちゃうまいです。ダブルコンソメパンチのポテトチップスよりも、すごいコンソメ味が濃いくて、で、まろやかなんですよ。辛くないんですね、なのでそうですね、なんか食べてる途中にお茶が欲しいとか、コーラが欲しいとかっていうことなく、なんかすごいまろやかなんですよ。味が濃いくてまろやかですね。すごい美味しいです。ちょっともう一回チェックします。めっちゃ美味しいですねあ、コンソメ、めっちゃコンソメが効いてるんですけどまろやかなんですよ。何なんでしょうね、すごいですね。で歯ごたえも抜群にいい感じで、で喉が渇かないんで、こればっかり食べれますね。止まらないです。めっちゃ美味しいです。すごいです。カルビーさんのポテトリッチですね。濃いビーフコンソメ味です。これもセブンイレブンさんの方でゲットしまいました。めっちゃ美味しいです。それでは簡単なんですが失礼させていただきたいと思います。